はい、どうもタクチャンネルです。今回、国産のゲームですね、タイムボムを買ってみたので開けようと思います。これはね、タイムボムって書いてあるんですけど、意外と人狼系のゲームなんですね。これ人狼系、うん、プレイヤーがまあチーム戦4人からちょっとね、いっぱいいないと遊べない仕様なんですけど、まあ、チームで分かれて片方がまあいいやつら、スワットか、スワットいいもんで、あ、カードがありますね。内容カードだけなんですけど、よいしょ。片方がスワットで片方がテロリストになると、スワットとテロリスト、うん、スワット4人とテロリスト2人みたいな、まあ、これをそれぞれプレイヤーが役割を分担してですね、でこのニッパーを使ってこの導火線、爆弾の線を切っていくと、セーフと書いてあります。で、まあ、スワット側はこのサクセスって書いてあるのを何本か切ると多分勝ちで、まあ詳しいルールちょっと分かんないですけど、この爆発、これをねニッパーでチョキンって切って爆発したらテロリストが勝ちと、そういう感じなんです。でお互いその誰がテロリストで誰がスワットか分からない状態でこのカードをね配ってって、その切り合っていくんで、そのね、そこの嘘ついたりとか、そういう人狼にありがちな人狼のプレイ感と似てる感じはします。ただやっぱ人狼と違うのはこの自分の手札にね、こういう爆発するかもしれないカードを持ってたりして、例えばこういう手札を持ってて、爆発する手札を持ってて、ね、自分がもしテロリストだとしたら、あ、今手札にサクセスがあるから俺のを切った方がいいよみたいなね、嘘ついてで切ったらバカーンっつってテロリストが勝つみたいな、そういうことも起こりうると、まあなんとなくイメージできましたでしょうか。まあそういう感じなんです。はい、まあこういうカードがあって、まあコンポーネントはカードだけなのでね、つまんないですけど、まあこれいつかやってみたいと思ってます。まあ国産のゲームだしね、応援してるんですけど、エッセンにも出してるみたいなんですけど、応援してます。ただやっぱね、なんかおじゃももとかと若干似てるからね、あんま突き抜けた評価にはならないんじゃないかなって俺は思ってるけどね。でもすごいいいバランスで、すごいいいバランスのゲームで、うん、俺はかなりおすすめのゲームなんですけどね。はい、今回は以上です。いつもタクチャンネルご視聴いただきありがとうございます。この度タクチャンネルはゲームマーケット2015秋に出展が決まっております。ゲームマーケットっていうのはボードゲームとかアナログゲーム、カードゲームのイベントなんですけども、それに向けてですね、オリジナルのゲームを開発真っ最中です。その制作中のゲームについての情報を YouTube の再生リストの方で少しずつアップしていますので、もしよろしければチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが